母さん、やったよ。私第一志望の高校に受かったの。あ？受かったの？偏差値高すぎて絶対に無理だと思ってたのに、余計なことしてんじゃないわよ。データの連絡をしなきゃいけないじゃない。え？あんたは昔から面倒なことばかりさせるんだから。お母さん、どうして次点連絡をするの？せっかく受かったのに、第一志望の高校に行けないの？そうよ。あんたは県外の全寮制の高校に行くの。だからあれだけ勉強頑張って受かっても意味ないんだから。え？向こうの高校には入学金をもう支払ってあるの。だから行きたくないなんてわがまま言うんじゃないわよ。中学を卒業したらすぐに行くから。荷物はまとめておくように。ちょっと待ってよ。一体どういうことなのか説明して。県外の高校なんて友達もいないし、しかも全寮制ってことはこの家から出て行かなきゃいけないんだよね。なんでそんな高校に通わないといけないのよ。あなたが邪魔だからに決まってるでしょ。この家にあなたの居場所はもうないの。え？毎日あんたうるさいんだよ。テストで100点取ったとか、大会で優勝したとか、あんたの自慢に私は学びをうんざりしてるのよ。私は自慢なんかしてないよ。ただ学校で頑張ったことをお母さんに話してるだけじゃん。いいえ、あれは確実に自慢だわ。自分がいかに優秀なのか、妹の学びにマウントを取っているじゃない。姉に自慢されまくってどれだけ学びが傷ついているか。妹を傷つける最低な姉は追い出されて当然よ。そんな、あんたは頭も賢いし、運動神経もそこそこいいわ。でもね、女にそんなのは必要ないのよ。むしろ容量が悪くて、どんくさいまなみの方が可愛いの。女の子はそういう子が一番いいのよ。なのにあんたはまなみに見せつけるように、いい成績ばかり。自慢ばかりのうるさい娘は必要ないわ。私はただお母さんに褒めてほしくて頑張っていただけだよ。お母さんはいつもまなみばかり可愛がってるから、だからもっと頑張れば私のことも可愛がってくれると思ったの。はあ？あんたが何しようが興味なんてないわよ。私には可愛いまなみさえいればいいんだから。え？本当にまなみは最高な娘だわ。私そっくりの顔立ちで、小柄で可愛くて、ちょっとバカだけどそこも素直で可愛いし。私のことは可愛くないの？カナは亡くなったお父さんにだからね。身長は高いし、体はごついし、全然可愛くないわ。いっそ息子だったら少しは可愛がっていたかもね。そう。私が今まで努力してきたことは全部無駄だったんだね。全寮制の高校に行ったら、二度と家には帰ってこないで。長期休暇もずっと寮にいること。それとお小遣いは送らないから、自分で何とかするように。お小遣いもくれないの？今だって月1000円しかもらってないのに。一緒に暮らしてもいない人に金を渡す意味がわからないわ。それにそんなお金があったらまなみに使ってあげたいし、文句があるなら高校にすら通わせないわよ。中卒で追い出してやってもいいんだからね。本当にお母さんは私に興味がないんだね。わかった。全寮制の高校に行くよ。お母さんの言う通り、卒業したらすぐに出ていくね。それに二度と帰らないから。お姉ちゃん、ごめんね。私お母さんのこと説得できなくて本当にごめんなさい。どうしてまなみが謝るのよ。まなみは何も悪くないでしょ。でもいつも私のせいでお母さんとお姉ちゃん喧嘩してるもん。お姉ちゃんと離れ離れは寂しいってこっちの高校に進学させてあげてってお願いしたの。でも説得できなくて本当にごめんなさい。まなみが謝ることじゃないよ。むしろお姉ちゃんのためにありがとね。お姉ちゃんと離れ離れになるのすごく寂しいよ。たまに会った人ができる。お小遣い貯めて電車代作るから。まなみはそんなことしなくていいよ。お姉ちゃん高校に入ったらバイトするつもりだから。私から会いに行くから、まなみはお母さんといい子にしてるんだよ。もしお母さんと二人きりが辛くなったらいつでも連絡してね。お姉ちゃんすぐ学校抜け出して会いに行くから。だからまなみは何にも気にしなくていいんだからね。わかった。まなみもお姉ちゃんいなくても頑張るね。勉強も苦手だけどいっぱい頑張るから。カナ、あんた今すぐ実家に帰ってきなさい。これからお葬式を始めるわよ。え、お母さん？あんた今東京にいるんだってね。新幹線に乗ったら2時間ぐらいでこっちに来れるでしょ。今日は日曜日だから会社だってお休みだろうし、すぐにこっちに来れるわよね。どうしたのよいきなり。お母さんから連絡なんて10年ぶりじゃない。それが葬式の連絡って一体誰の葬式なの？まなみのお葬式よ。私の大事な娘が亡くなったのよ。まなみが？こんなに急に亡くなるなんて、親よりも先に行くなんて親不孝者よ。まなみが亡くなったってどういうこと？一体何があったのよ。実は先月いきなりまなみが消えたの。部屋には遺書みたいな置き手紙が残っていてね、もう耐えきれないのでこの世から消えますって書かれていたの。まさかこんなに追い詰められていたなんて。そんなにお見合いが嫌だったなら教えてくれたらよかったのに。こんなことになるなら無理にお見合いさせなかったのに。まなみがいなくなったことに心当たりがあるの？実はね、まなみが消える直前までお見合いの話し合いをしていたの。あの子も今年で20歳、一番若くて可愛い時だし、幸せな結婚するなら今しかないの。だからお母さんね、まなみのために素敵なお見合いを用意したの。でもまなみはその相手のことが気にならなかったみたいで、ちょっと年上の60歳でも別にいいじゃない。60歳 ?20 歳の娘にそんなおじいちゃんを紹介したの？おじいちゃんって失礼ね。高幸さんは資産3億のお金持ちなのよ。それに60歳なんてまだまだ若いし、全然おじいちゃんなんかじゃないわ。いやいや、まなみは20歳だよ。40歳も年上の人なんてまなみからしたらおじいちゃんでしょ。でも資産が3億もあるのよ。結婚すればセレブになれるの。どうせお相手の人なんて寿命が先に来るだろうし、そしたら遺産は全部手に入るし、イケメンと結婚したいならその時にすればいいのよ。そうやってまなみのことも無理やり説得したんだね。まなみが嫌がっても無理やりお見合いさせようとして、そりゃまなみだって消えたくなるよ。それからは一生懸命まなみを探したわ。警察にも相談したけど、ただの親子喧嘩でしょって言われてね、まともに取り合ってくれなかったの。親戚の人にも捜索を手伝ってもらったんだけど、置き手紙は明らかに遺書だし、もう諦めた方がいいと言われて、だから今日まなみの葬儀をやることにしたの。だから今から来いってわけ。10年ぶりの母親からの連絡が妹の葬式なんて、なんだかすごく寂しいよ。もちろん来てくれるわよね。かなはまなみのお姉ちゃんだし、仲も良かったし、突然の連絡でも線香ぐらいあげに来てくれるよね。そしてお母さんのことを慰めてくれるよね。はぁ、お母さんすごく悲しいの。まさかこんなことで大事な娘を亡くしてしまうなんて。私はただ娘の幸せを一番に思っていただけなのに。いやいや、悲劇のヒロインぶってんじゃないわよ。まなみがいなくなった研究はお母さんのくせに。ねえかな、もしもあなたが来てくれたら10年ぶりの再会よね。もしよかったらなんだけど、これを機に一緒に住まない？まなみがいなくなったらもう私にはあなたしかいないの。実は10年前にカナを追い出してからずっと後悔していたの。いなくなってからすごく寂しくて、まなみばかり溺愛してたけど、あなたのこともそれなりに愛してたことに気づいたのよ。お母さんが私のことを自分から追い出した手前、帰ってこいなんて言えなくて、あなたに連絡する勇気も出てこなかったの。でもずっとカナに会いたかったわ。高校でも成績優秀で部活もいい成績を出していたそうね。離れていてもあなたの話はよく聞いていたわ。今さら都合のいいことばっかり言わないでよ。そんなこと言われても虐げられていた過去は消えるわけじゃない。お母さんはずっとまなみばかり溺愛していたくせに。そうよね、それだけひどいことを私はカナにしたんだもの。でも今日だけは昔のことは忘れてちょうだい。今日は妹のお葬式だから帰ってきて。私の愛する娘が亡くなって寂しくて一人じゃいられないの。今日は妹の結婚式だけど。だから私はそっちに行かない。寂しいのはわかるけど自業自得だからさ、一人寂しく葬儀していなよ。ちょっと待ってちょうだい。結婚式ってね、妹ってまなみのこと？まなみ以外に誰がいるのよ。私の妹は世界でたった一人だけ、可愛いお姉ちゃん思いのまなみだけだよ。どういうことなの？だってまなみは1ヶ月以上も前から行方不明で遺書を残して亡くなったのよ。だから今日これから葬儀をやるのに、それが結婚式って。はあ？騙すようなことしてごめんねお母さん。でもそうしてまでお母さんから離れたかったの。私彼と幸せになるからね。もしかしてまなみなの？うん、1ヶ月ぶりだねお母さん。何が一体どうなってるの？衣装を残して消えたのに、てっきりお見合いが嫌でなくなったと思ったのに。うん、本気で消えていなくなりたいと思うほどお見合いは嫌だった。でもお母さんは私の気持ちを無視していたよね。私には付き合ってる彼氏がいるって言ったのに、そんな男とは別れて金持ちじじいと結婚しろって。それは。だからお母さんの前から消えることにしたんだよ。20歳の誕生日を迎えた瞬間、プレゼントは旦那さんだよっていきなりお見合い写真見せられて、しかも勝手に大学の退学届も出されてさ。こんなの逃げるしかないじゃんね。どうしてそんなことを言うのよ。お母さんなりにあなたのことを思って用意したのよ。まなみみたいな可愛い子は素敵な結婚をしなきゃいけないの。お金持ちの人と結婚して優雅な生活を送るべきなの。だからお母さんは頑張ってお金持ちの独身を探したのよ。それが60歳の資産家じじいってわけ。愛する娘がそんな年上と結婚することに何も思わないなんて。それでも母親かよ。それちょっと年上かもしれないけど、でも資産は3億円もあるのよ。私はそんなお金目的の結婚はしたくないの。心から好きな人と結婚したい。だからお母さんに彼氏のことも紹介したのに、私たちのこと認めてくれなかったよね。あって、あの彼氏は平凡すぎるもの。イケメンってわけでもないし、どちらかというと地味な顔だし、それにお勤め先だって聞いたこともない小さい会社なのよ。ご実家が太いわけでもないし、結婚するメリットなんてないわよ。メリットならたくさんあるよ。彼は私を心から大切にしてくれるの。お母さんはずっと私に「女はバカでいい、可愛ければいいの」ってそう言って、私が勉強すると邪魔ばかりしてきて、でも彼は「勉強が好きなのはいいことだよ」って言ってくれるの。顔だけじゃなくて中身が好きだって言ってくれるの。私を幸せにしてくれるのは彼しかいないんだよ。そんなことないわよ。高雪さんだってきっとまなみを幸せにしてくれるわ。だって彼には3億円もあるんだもの。やっぱりいくら話し合っても時間の無駄だね。だからあんな置き手紙を残していなくなったんだよ。親戚の人たちに頼んで私を亡くなったことにしてもらって、そのくらいもうお母さんと会いたくないの。嘘でしょ。親戚までグルだったの。みんなお母さんと一緒に私を探すふりをしていただけだよ。そしていい感じに私が亡くなったように誘導してくれた。今日だって私の結婚式に来てくれてるんだから。なかなか葬儀に来ないと思ったらそっちにいたの。私今日限りでお母さんと絶縁するから。お母さんなりに私を愛してくれていたんだろうけど、私はずっと苦しかった。お母さんに愛されても全然嬉しくなかったの。だからもう二度と私に連絡してこないでください。そんな。じゃあ結婚式が始まるからさようなら。私は絶対に彼と幸せになってみせるから。どうしようかな。全然まなみから連絡がないの。絶縁って言ってたけど本気だったのかしら。本気じゃなかったら親戚巻き込んで亡くなったふりなんてしないよ。お願いだからあの子には関わらないであげて。嘘でしょ。あんなに可愛がってきたのにこんなことになるなんて。でも私にはまだカナがいるもんね。あなたは私を見捨てたりなんかしないよね。はあ？本当に今回のことで今までのことを反省したの。私はダメな母親だわ。娘を平等に愛してあげることもできなくて、しかも溺愛していたまなみには捨てられて。でもかなとだけでも仲直りしたいわ。私たち今から親子の時間を過ごせないかしら。あれだけ私に興味なかったくせに、まなみがいなくなった途端慌てて手のひら返しってわけ。そんな意地悪言わないで。前にも言ったけど家から追い出したことも後悔していたの。ずっとカナに会いたかったのよ。悪いけど私はお母さんに会いたくないから。それじゃあね。待ってお願い。仲直りしてくれたらずっとカナだけを愛してあげるから。そうだわ。それに今なら結婚相手も紹介するわよ。高雪さんにまなみはダメだったけど、カナはどうですかって言ってあげる。はあ？ずっと会っていなかったけど噂ではカナのことを聞いているの。すごく仕事を頑張ってるんだってね。でも頑張りすぎているせいでいい人がいないみたいじゃない？嘘でしょ。金持ちじじいを次は私に押し付けるつもり？そんな言い方はしないであげて。60歳だけどそこまで見た目はおじさんじゃないの。むしろ見方によってはダンディっていう感じ。意外とタイプかもしれないし、一度でいいから会ってみましょうよ。もういろいろと無理だわ。さよなら。いやー待って。お見合いが欲しいなったらまずいのよ。高之さんったらすごくこのお見合い乗り気でね。今更無理です。まなみは他の人と結婚しましたなんて言えないし、実は彼からお金を借りてて断ったら大変なのよ。借金のことに娘を使おうとしていたの、どれだけ最低な母親なのよ。お願いします。彼と結婚してあげて、もう一層私と仲直りしなくていいから、結婚だけでもお願いします。安心してお母さん、実は高之さんとはもう話をつけてあるから、お母さんと結婚するから大丈夫って言われたよ。え、まなみはすごく優しい子だからね。お見合いは嫌だけど正式に断らずに逃げたことを気にしていたのだから、姉として私が代わりにお断りの連絡をしてあげたんだよ。そうなの？高之さんすごく話のわかる人だったよ。若い子と結婚できないのは残念だけど大丈夫。君たちのお母さんも十分若いし、そっちと結婚するから OK って妹さんにお幸せにって伝えておいてくれって言ってくれたよ。いやー、なんで私があんなデブと結婚しなきゃいけないのよ。デブでも見方によってはダンディなんでしょ。ちょっと私はタイプじゃなかったけど、私もタイプじゃないわよ。ハゲてるし油ぎっしゅだし不衛生で汚いデブじじいじゃない。そんな男と娘を結婚させようとしてんじゃないわよ。それじゃあさようなら。私たちは私たちで幸せになってみせるから、どうぞ高之さんとお幸せにね。母は有無を言わさず資産家の高之さんと結婚させられたそうです。しかし妻になったからといってセレブ暮らしができるわけでもなく、無給の家政婦扱いを受けているんだとか。資産管理も徹底されているらしく、遺産も母の手にはほとんど残らないようにされているそうです。そして妹のまなみは好きな人と結婚できて、とても幸せそうな日々を送っています。そんな妹とたまにお茶をするのが私の幸せな時間です。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がスカッとした方は高評価ボタンを、それ以外の方は下のコメント欄でご意見をお聞かせください。チャンネル登録もよろしくお願いします。あなたの評価やコメントが今後の励みになります。また他にもあなたをスカッとさせられる動画がたくさんありますので、当チャンネル内の動画をぜひご覧になってくださいね。それでは次の動画でお会いしましょう。緑のネタ帳でした。